ようこそお参りくださいました。今日はですね、3月の16日月曜日でございます。今朝ですね、神社に来たら真っ白でございました。もう3月の半ばですが、雪降りましたね、積もりましたね。本当に暖冬かなって思うぐらい、ちょっと今年はまだまだ雪が続きますね。しかしだんだんと日も照ってきておりますので、まあおそらくお昼頃にはもう全部溶けてしまうかと思います。もしかしたら今季最後の積雪かもしれませんので、せっかくなので雪の神社散策を行いたいと思います。はい、神社の、境内の一部ちょっとぐるっと回ってみました。お散歩してみました。普段もですね、散歩道として、開放しております。ちょっと山の中、山というよりか林の中、森の中をちょっとお散歩するコースでございます。神社によっては、森の中、山の中は禁足地といいまして、普段立ち入ることができないというところもございます。ですが反対にですね、
まあうちのように、まあ、散歩コースとして、まあ、整備されているところもあります。まあうちは散歩コースとして整備というよりか獣道のまんまという感じですが、もし散策できる神社であれば、まあせっかくですので、散策をして、まあ、ちょっと小休憩、まあ森林浴を楽しんでいただければと思います。